はい、どうも、ヤトソフトの白夜です。今回も栄冠9、プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、県大会2回戦目です。誰でいこうかな。まあ、長谷川でいこうか。長谷川で、で、ちょっと数人変えまーす。どうしよう。岩佐と、谷口を今日は入れようかな、じゃあ。じゃあこれでいきましょう。お待たせいたしました。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側、千曲。三塁側、長野。観客に見送られて守りに散りました。ご覧のスターティングオーダー。さあ、間もなく試合が始まります。ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生長谷川。マウンド上ピッチャーは宇都宮。高め、ストレートは外れてボール。第2球投げました。高め決まってストライク。第3球を投げました。高速スライダー見送ってストライク。まあ油断してるっちゃ油断してるよね。よくねえよ。OK。 おー、谷口打った。1年生2人とも打った。よし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 、いい感じ、出してよかった。どっちも当たってるの嬉しい、マジで。第3球。オッケー、長打ち。はい。ホームラン。ツーランホームラン。左中間スタンドへ突き刺さった。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今泉降板。マウンド上ピッチャーは山下。今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。はい、というわけで5回裏13対0でございます。今日も石堂が打ちました。やるね、マジで石堂マジでやるね。で、谷口は1本打って、岩佐も打って、徳山も打ちました。1年生いいね、マジでいいね。1年生初球を打ちました。ピッチャー返し。宮本ボールを取る。一塁送球アウト。エンド、いい当たりでしたがピッチャー正面。これでバッターは3年生相澤。最初のバッターボックスは、ストレートはボール。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目。シュートは空振り。第4球を投げた。4球目空振り。タイミング合いません。さあ、5球は5球目。投げた。打ちに切り切り。空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第1球投げた。ボール。まずはインコース高め。第2球投げた。豪快に引っ張った。打球はファースト左。石堂そのままベースを踏んでアウト。試合終了。コールド勝ち。長野2回戦突破です。2回戦を見事勝利しました。
はい、というわけで結局13対0でございます。毎回点入ってんね。ホームランも3本いい感じ。あ、パー99やん、えぐ。はい、というわけで今回ここまでです。